体の不調どうしていますか？一心堂薬局では丁寧なカウンセリングであなたに合わせた漢方を処方します。お気軽にご相談ください。一心堂薬局。漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは症状に合う漢方薬と処方などについてお伝えします。一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回は忘年会シーズンにおすすめの漢方薬についてお話を伺うんですけれども、はい、まあ、これから飲む機会が増えてくる皆さんも多いと思うんですけれども、はいはい、やっぱり飲みすぎるとやっぱり二日酔いがきついですよね、はい、そうですね、はい、本当に二日酔いってね、頭が痛くなったりとか気持ちが悪くなったりしますけれども、はい、そもそもこう二日酔いというのはどういう体の状態なんですか？はい、まずですね、二日酔いとはですね、どういうことかと言いますと、はい、今画面に映ってますように、まず飲みすぎですから本当にね、うん、過剰に取ったアルコールがあるわけなんですが、はい、これが肝臓にですね、分解できてない状態のことを、うん、まあ、二日酔いというわけなんですが、はい、この二日酔いになる原因というのはですね、まあ、中途半端なこう分解で生じたアセトアルデヒドという、まあ、物質によってですね、うん、先ほど佐藤さんが言っていただいた不快な症状を起こすわけなんですね。アセトアルデヒド、はい、なかなか恐るべしですよね。恐るべし、ついつい飲みすぎてしまうことがあるわけなんですけれども、うん、まあ、実際に体がだるくなったり気持ち悪くなったりする以外にも何かこう症状ってあるんでしょうか？はい、ちょっとまとめたものがございますので、はい、今宮本さん言われましたように気持ち悪い、あと、まあ、吐き気がして気持ち悪いという他にですね、頭痛がしたりですね、あと体がだるくなってくるんですね、はい、そうでしたね、こうなりますね、うそういう症状が出てくるので、振り返ってみると、はいはい、そして二日酔いにおすすめの漢方薬ってあるんでしょうか？はい、はい、今日2つですね、ご紹介させていただきたいんですが、うん、まず画面に映ってますオーレン解毒湯というお薬、これよくですね、ご存知の方は飲み会に行く前に飲むというふうなことでよくご存知だと思うんですが、私たちもお世話になっております。はい、そうですね、はい、でこれはですね、解毒作用のある、まあ、4つの生薬から、まあ、できたお薬なんですね、はい、でもう一つですね、今度は飲んだ後にですねよく、使われる五苓散というお薬なんですが、うん、これは二日酔いによって体に余計な水分がたまった分をですね、まあ、外にこう出す利尿作用のある、まあ、お薬なんですね。はい、まあ、飲む前、飲んだ後ということでですね、よく使われる2つを今日はご紹介させていただきました。これは使い分けとしては何か特徴があるんですか？ですね、まずオーレン解毒湯の方は先ほど言いましたようにこう、解毒機能をということで飲む前にと、はい、それで五苓散の方は利尿作用があるものですから、うん、水の代謝を、促進するんで、むくんだりとかっていうことですか？はい、まあ、そういうふうな形で飲んだ後によく使われるんですね、はい、後でということですね、はい。さあそしてこの時期といえば飲み過ぎだけではなくて食べ過ぎにも気をつけなければいけないですよね。お正月もありますしね、はい、そうですね、この食べ過ぎに効く漢方というのもあるんでしょうか？はい、ございます、まずこちらのですね、半夏写真と、まあ、こちらのお薬はですね、まあ、飲んだり食べたりなんかしてお腹を壊すときあるじゃないですか、下痢しちゃったり、あります、はい、そういうふうなときに使われるお薬の一つなんですね、うん、であともう一つですね、アンチュウ酸というお薬、まあ、同じようにこう飲んだり食べたりして今度はキリキリお腹が痛く、あるいは胃が痛いとか、そういうふうな症状ってある時あるじゃないですか、はい、うん、そういうふうな時に痛み止めの援護策というものが入ってたり、方向圏薬でウイキョウだとか、まあ、そういうふうなものが入っている、これアンチュウ酸が使われると、はい、これは食べる前にとかではなくて、じゃなくて食べた後、はい、症状が起きた時に、うん、はい、飲んでいただくお薬ですね、うん、2つも、はい、はい、では食べ過ぎ飲み過ぎ両方に効くようなものってのはないでしょうか？そうですね、一応、まあ、お茶というふうな形の中で、うん、まあ、飲んだり食べたりなんかしますとやはりこう太ったりというふうな部分あるかと思うんですが、そうですね、まあ、そういうふうなことを気にされている方におすすめなのはこの今出てます解凍紅茶、こちらがよろしいかと思うんですね、はい、こちらはどのようなものが入っているんですか？はい、まず7種類のですね、まあ、生薬で構成されているお茶なんですね、漢方茶なんです、はい、でこの解凍紅茶のですね、内容といいますとですね、まあ、グアバ、あとバンカ、ギムネマ、クワノハ、バナバ、ササ、クマササ、カキ同士、こういうふうなものなんですね。でこれらのが要は糖の、まあ、吸収を抑制したり
で糖分の、吸収を抑制すると、ブロックするというようなこう作用があるわけですね。さまざまな成分が入っていて、またお茶といったところが気軽に摂ることができるというのは嬉しいですよね。そうですね、本当にこう麦茶を沸かすような形で簡単に作れる漢方茶なんですね。この解凍紅茶ですけれども、他にはどのような方におすすめなんですか？やはり食べ過ぎ飲み過ぎになります。やはりこう、太るというふうな現象があるかと思うんですが、それを気にされているようなですね、例えば、生活習慣病、あとメタボリック、あとそのダイエット、こういうふうな、ことを考えられている方に、おすすめだと思うんですね。今回は忘年会シーズンにおすすめの漢方薬ということでお話を伺いました。ついつい飲み過ぎ食べ過ぎありますけれども、楽しく年を忘れて、まずは自制といったところも大事かもしれませんね。いい飲み方をすればいいと思うんですね。今回は忘年会シーズンにおすすめの漢方薬についてお話を伺いました。一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎など免疫力の低下によって起こる症状にお困りの方から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方薬を処方します。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や、このコーナーでもご紹介した受賞選や賢寿、漢方薬に関しての書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入口前です。立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横になります。所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢店向かいです。今回も一心堂薬局からプレゼントがあります。健康維持健康増進におすすめの紅定茶を3人の方にプレゼントいたします。コーナーの感想を送っていただいた方の中から抽選でプレゼントいたします。宛先はご覧のところまでご応募ください。一心堂薬局荻秀行さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後もまだまだ続きます。